今日は2007年です。以下のことを強く訴え、今から11年前、元タレントの東国原英夫さんが宮崎県知事となり、どげんか千と一貫が流行語大賞を受賞。中央から地方へ国民の目が向き始めたこの年、島根県では石見銀山遺跡とその文化的景観が世界文化遺産に登録され、大きな話題となりました。そんな山陰地方ですが、2007年にはスポーツ界にも一つの転機が。今日からは意識を変えて、プロ意識で、戦う集団になって、プロサッカーチームガイナーレ鳥取の発足、3人で初めてプロのスポーツチームが誕生したのです。今回はそんなガイナーレがプロになるまでの道のり、そしてガイナーレ鳥取は鳥取の誇りなんだ、俺たちの誇りなんだぞ。プロ化をきっかけに紡がれた筋書きのない物語を振り返ります。こんにちは。こんにちは。訪ねたのはガイナーレをアマチュア時代から知る実信則明さん。10番ミスターガイナーレ。2003年から11年間チームに在籍、ミスターガイナーレと呼ばれ愛されました。現在は選手を引退して島根県のサッカーチーム松江シティ FC でコーチとして後進の育成を行っています。実信さんも鳥取にまずいらっしゃった時はチームどのような状況でしたか？そうですね、僕が鳥取に来た時は SC 鳥取って言って、今でもガイナーレ鳥取の前身になるんですけど、本当みんな仕事を持ってアマチュアのチームでしたね。その仕事をしながらということは実信さんも何かされていたんですか？僕の場合は朝から夕方6時ぐらいまで病院の方の食堂で働かせてもらって、で7時からトレーニングっていう形でやってたんですけど、中には本当に学校の先生だったりとか正社員で働いている方もいたので、相当きつかったですけどね。毎日日中は働きながら夜に集まってサッカーを練習していたアマチュアチーム SC 鳥取。そんなサッカーバカの集まりだったチームに突如プロ化の話が。2006年にシーズンが終わった後のその話で、事務所の方に呼ばれて、来季の契約の話をした時に、来年プロ化して J リーグを目指すっていう風になったので、三人の部とももうプロの契約、サッカーをしてお金をもらえる契約にしたいという話で。率直なその気持ちどうだったんですか？率直な気持ちですか？いや、楽になるとは思いましたよね、やっぱり。カテゴリーは JFL でしたけど、喜びを感じましたけどね。実信さんが語った JFL という言葉、当時の日本のサッカー界は J1 と J2 からなるプロサッカーの J リーグとアマチュアサッカーの JFL などのカテゴリーに分かれていました。しかしこの時のガイナーレはプロではあるものの、 J リーグ昇格条件の一つ JFL で4位以内をクリアできていなかったため、まだアマチュアリーグでプレーしていたのです。次は J3 人を目指して、はい、その中で辛かったこととかありましたか？まずは本当にプロ化した年はレベルもそんなに上がってない中で迎えたシーズンだったんですけど、プロ化になるっていうのはやっぱりどこのクラブも知ってますし、いざそのシーズンが始まると勝てないと、本当にこいつらプロなのかぐらいの言葉も聞こえてきたし、そういう部分ですごい悔しい思いをしたっていう。プロ化して急激に強くなるはずもなく、2007年は14位と惨敗。その悔しさを糧に戦った翌年は5位と、あと一歩で4位を逃すこと。そして確かな成長の手応えを感じ、 J リーグ昇格を誓って臨んだ2009年。勝負をかけた2009年でしたが、前年と同じ5位というあまりに厳しい現実に直面したガイナーレ鳥取。そんな中でも実信さんには譲れない思いがありました。正直辛かったですけど、プロ化になって
あのサッカー続けたいけど、あの、まあ、学校の先生だったりとか正社員で働いている方々っていうのはやっぱりやりたくても辞めていかなきゃいけないっていうことだったんで、まあ、そのような方々からね、まあ、頑張ってとか、まあ、本当に J にあげてくれとかそういう言葉をもらったので、まあ、このチームで J リーガーになりたいっていうのがより一層強くなった年だったんで、アマチュアからプロになるときに別々の道を歩むことになった先輩たちからの激励の言葉、それは10番を背負い副キャプテンを任される立場になっていた実信さんの大きな支えとなりました。受け継がれる意志、そして多くのサポーターの願いを組んで再び立ち上がったガイナーレ鳥取の2010年、チームは開幕から14戦無敗という圧倒的な強さでシーズンを駆け抜け、見事4位以内を確定、さらには JFL 史上最速での優勝も果たし、念願の J リーグへの昇格を決めたのです。決まった瞬間っていうのは、まあ、上がっていろんな人の思いを僕自身が勝手にですけど背負ってた部分があって、やっと J リーグにこのチームで行けたっていう部分で、喜びよりか先にやっぱホッとしたのが一番でしたかね、はい、今実信さんガイナーレをどのように見てらっしゃいますか。いやもう本当に一ファンとして、本当に皆さんと多分一緒で本当一ファンで応援してますね。 J2 の、ね、舞台に帰ってもらえるように本当に応援していきたいと思います。あ、思い出しますね、はい、あの頃のこと、すごいちょっと感動して涙出そうになりましたけどやっぱりあの鳥取の人たちにとってもプロサッカーチームができたっていうね、プロチームであるっていうのは大きな変化でしたね。大きな存在だと思うんですよね。そのガイナーレ鳥取も現在まだここまで5戦で負けなし、もう好調が続いているので、ここまた J2 に上がってほしい、またみんなで一緒に応援していきましょう。そしてそのガイナーレ鳥取なんですが、次の週末15日トリギンバードスタジアムでホームゲームが行われます。応援に行きましょう。そしてこの企画ですが、次回は13日ニュースエブリィ日本海で2010年を振り返ります。以上6060でした。さあ続いては参院をざわつかせたざわざわ総選挙からのご報告です。